ミラノ・マルペンサ空港はイタリアのミラノ郊外にある国際空港。ガイオ洋ズ・ミラノ市の北西 48km にあるローマフュウミチーノ空港と肩を並べるイタリア最大の国際空港の一つ。イタリアのフラッグキャリアアリタリア航空の本拠地の一つでもある。マルペンサ2000計画により従来のマルペンサ空港はターミナルに新規に構築された。 現在のメインターミナルをターミナル1となり北部イタリア最大の空港となる。マルペンサ第1ターミナルの設計者は関西国際空港第1ターミナルの設計者として知られるレンゾピアノ。なおミラノには他にミラノ市に隣接した地域にミラノリガーテ国際空港があり、主に近距離国際線と国内線が発着している。自動化された EU 県の出国審査に対し、その他の方面は、手動の審査であり、混雑しても窓口を、半数も使用せず1時間弱も並ぶ場合がある。当然ながら横入りが頻発する。メインターミナルは、バレーゼ県、フェルノに所在し、空港敷地は、ソンマ・ロンバルド、カゾラーテ・センピオーネ、カルダーノ・アルカンポ、サマラーテ、ロナーテ・ポッツォロ、ビッツォラテ・ィチーノの地域にまたがる。 マルペンサは、もともと、ソンマロンバルド市域に含まれる集落の名称であり、空港の北端にあたるソンマロンバルドに、旧ターミナルがあった。1990年代からの空港改修によって、空港の西側、フェルノに、新たなメインターミナルビルが建設されている。マルペンサ空港駅から空港へ、向こうミラノ・カドルナ駅及び、ミラノ中央駅からマルペンサエクスプレスという、 直通列車が出ている。他にはミラノ中央駅からシャトルバスが出ている。シャトルバスがある。ありがとうございます。